さあやってまいりましょう。手持ちのつもすべて紹介しておりまで終われま点。続きましてはリロ&スクラッチじゃねえやリロ&スティッチよりスクランプというキャラを使っていきます。はい、ね、これは何でしょうね、モヒカンなのかな。スクランプ、リロ&スティッチ自体をね、見たことがないんでね、どういうキャラなのかっていうのがわからないんですよね。スティッチエンカウンターって面白いんですけどね、タートルトークの方はね入ったことがあるんですけど、スティッチとおしゃべりできるっていう、そのスティッチエンカウンターっていうのは入ったことがないんですよね、あのディズニーランドの方はね。さて、お、止まりました。何が起こるかわからない、楽しみですね。使ってみましょう。ほい、フルートかな。じゃあもう一回続きまして、おスクランプが増えた。はい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 、これだったらだね、こうエンドレススキル使えたりとか。さあ続きまして、あ、今度は縦、なるほどね。え、今のところ横に消す、自分が増える、縦に伸びる、縦に伸びる、もう一回縦に伸びる。縦の方が破壊力抜群っぽいですね。え、何スクランプってキャラ骨を投げたりもするんですか。皆さんなんかご存知です。いや、まあ自分で見た方が早いんだけどね。いやーね、まあそうだね。多分これからディズニーとか見えてく、なんかやらしい響き。あは。縦多いな。縦率が高め。じゃなくって、多分ディズニーを見る機会が増えると思うんですよね。なぜなら娘が生まれたからね。いやー、本当にね、子供が生まれたらもうあ、おお、今度はミッキーのスキルですね、今の。うん。いや、子供が生まれたらね、一緒にどんなことして過ごそうかなっていう、もう妄想が妄想で、妄想の妄想なんですよね。もう妄想のための、妄想の妄想により妄想のための爆発って感じですよね。うわー、さあ、終わりましたね。今のところ4つスキルが見つかったんですけど、他にもスキルがあるんですかね。うん。まあ、気になる方はぜひまた他見ていただけたらと思います。ということで以上です。バイバイ。